こんにちは、アサです。今日もドバイからお送りいたします。で、今回は私がドバイに滞在している間にドバイに行ってみたいという方をご案内させていただいたりとかもしていて、なんかもともと私7年、8年前から旅行に関わる事業とかもさせていただいてたのもありまして、もともとすごく旅行好きでグルメも大好きなので、自分が見て感動したものを、教えてあげたいなとか、ここ連れて来たらすごく感動するだろうなとか、このご飯食べたらもうめっちゃ幸せだろうなみたいなものをお伝えするのとかもすごく好きで、今回はそういう楽しみもね、あるっていう感じでドバイ滞在を楽しんでいます。で、今日はこの後砂漠に行ってくるんですけれども、またね、砂漠すごく、ドバイって本当にいろんな場所があって、ハワイみたいなところもあれば、モルディブみたいなところもあれば、宇宙みたいなところもあれば、砂漠もあって、サファリみたいなところもあれば、もう大自然で山の中で、湖があって、アクティビティ、ボート乗ってアクティビティするみたいなところもあったりとか、本当に一つの国でいろんなことを、もう世界中のことを楽しめるんじゃないかっていう、世界中もしくは宇宙まで行っちゃうくらいのね、ものを楽しめるんじゃないかっていうことで、もうずっといても飽きないし、なんか私本当に好奇心が旺盛なので、いろんな国に行きたいっていうのがもともとあったんですけれども、もちろん今もいろんな国に行きたいとか行く予定とかあるけれども、でもね、ドバイは何回来てもいいって思えた初めての土地だったんですね。今回が今渡航としては6回目になるんですけれども、まあこっちに今お家もあるので、で東京でも予定があるので、結構行ったり来たりとか、月に1回は、行き来をするような感じで過ごしているんですけれども、はい、そんな感じで、お届けをしたいと思います。で、今日はちょうどね、昨日かな、ご相談をいただいた、内容で、あ、これって結構みんなこう陥るかもしれないなって思ったところを改めて感じたので、シェアをさせていただきたいなと思います。自分がこうするって高い目標を決めたりとか、新しいステップに行くために、決意をして覚悟を決めて、オーダーしたりとか、それに、その行動をしたりとかってした時に、絶対不安って襲ってくるし、なんか挑戦に関してストレスを感じる、最初は特にと思うんですよ。で、すごく楽しんでいる、挑戦を楽しめる方っていうのもいるんですけれども、ほとんどの方はおそらくこの挑戦っていうところにストレスを感じる方が多いんだなと思っていて、私も初めての挑戦っていうことに関してはすごくストレスがかかります。あと、ちょっと届かなそうなちょっと目標とかに期限を決めた時とかは結構なストレスがあったりとかもします。不安も襲ってきたりとかすることもあるんですよ。で、引き寄せの法則とか、そういうのを学んでいる方、波動の法則とか私もすごく大事にしてるんですけれども、そういうのを学んでいる方からすると、この挑戦に対するストレスって、このストレスのなんかこう不安な波動が出てしまうから良くないんじゃないかとか、もっとなんかこうウキウキワクワクの波動にしないとダメなんじゃないかとか、もしくは、こんなにストレスな波動が出てしまう気持ちになってしまうんだったら、この挑戦はやめといた方がいいんじゃないかとか感じる方がいらっしゃるかもしれないなと思うんですね。で、私もそうだったんですけど、でもこれね、必ずつきものなので、じゃあ常にいい気分でいましょうとか、いい波動を出しておきましょうで、そこばっかりにフォーカスして、その挑戦をするときに、あ、これはちょっとストレスだからやめておこうってすると、絶対一生現実創造はできないんですよ。もう断言します、絶対できないです、本当に。だからそこは、一番いいのは、その設定、っていうのを決めた時に、ここが叶うんだったら、こんなハードなことがあっても、ちゃんとやり遂げようって思えたりとか、自分はこういうところを変えたい、だからこういうふうにしようとか、でもあるを見た方がいいので、自分のこういうとこ直したいなっていうことで、ここを直したいからこう変えようみたいなよりも、自分にはこんなこともできる、こんなこともできるかもしれない、こんなこともできたらいいなっていう方向で自分を変えたいなっていう感じで見て、で、そこから、そこに行くためだったら、いや、それはもちろん困難もストレスもなんか不安もあるよねって、なんかそういうふうにもう前提を、いや、そういうものだよねって絶対あるよねっていうところで見ていけば、
そこに対してなんか不安が襲ってきても、まあ想定の範囲内というか、で口癖ですよ、あのよっしゃこれで願いが叶ったぞってとか、宇宙銀行にお金が貯まっていくイメージでチャリンチャリンとかね、ありがとう愛してるとか言っておくと、あの波動は変わるんで、言霊って波動なので、なのでそれを言いながら自分をもう引き上げて、コントロール、自分を中のコントロールして、ちゃんと困難も、不安もストレスも乗り越えていく、その先にちゃんとオーダーした未来は絶対現実創造できるから絶対待ってるんですよ。でもそこであれちょっとこれストレスだな、この挑戦に対して自分がちょっとうってなるなって思った時に、絶対にあこれはやめとこうってキャンセルをしないでほしいんですよね。そうすると絶対に叶わないです。もうオーダーをしたなら、それに、必要なヒントとか、それは、自分で直感で来るかもしれない、もしくは誰か人の口を、使って伝えてくるかも、それは誰からからは分からないけれども、うん、そういうこともあるかもしれない。例えばなんかカフェで一人でご飯とかお茶飲んでた時に、なんか隣にいたカップルからのふとした声が聞こえてきたと、そこにヒントがあるかもしれない。それは分かんないんだけれども、そこでピンとピッて掴んだってことは、自分のオーダーを達成するために必要なヒントなので、もうそこはやってみる、挑戦してみる、その行動をしてみるっていうことをして、そしたらちゃんとね、遠回りに感じるようなことだったとしても、絶対にそこをなしにはいけないような、宇宙って本当にすごいので、そういうシナリオがちゃんとできていくので、そこに乗っていく、タイミングに乗っていく。で結構私も昔多かったんですけど、この流れが早すぎるみたいな、いろんなもヒントだったりとか、いろんなきっかけチャンスがありすぎて、あれよあれよという間に、なんかこうわーって連れてかれちゃったって時って、特に不安も捨てくると思うんですけれども、そこでちょっと待てよってやってしまうと、もうキャンセルになってしまいます。なので本当にそこは流れに乗って、もう竜の背に乗るみたいな感じなんですけど、タイミングに乗ってって、ちゃんと不安とかも自分でコントロールして、なんだろう、こういうものあるもの、よっしゃ願いが叶ったぞって言ってたら、なんとかなるよ。もうで、もしね、そこでなんかここってこうなのかなと思ったら、私に公式 LINE に LINE してきてもらったら、またこうやってね、こういう考え方でやっていけば絶対に叶うよっていうような方向性とかはお伝えできるかなと思うので、ぜひ相談もしていただければと思います。こんな感じでね、今日はよく陥りがちな、私ももちろん陥ったことあります。でもこれをなしでは願望達成ができないから、本当にストレスとか不安とか、挑戦に対してのね、そういうもの、あったとしても、そこは、その波動を出しちゃいけないからやめたじゃなくって、ちゃんとそれは絶対に起こるもの、これで願いが叶ったぞって言いながら、しっかりと挑戦を続ける、その先に本当に自分が望んでいた未来っていうのが現実としてやってくるので、それを楽しみにワクワクやっていきましょう。一緒に叶えていけたらとっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。アサでした。またね。Don't go.